皆さんこんばんは。斬新。今回はですね、こちら鶏胸肉を使ってめっちゃ柔らかい簡単な漬け込み。時が止まったけど、何漬け、何漬け、なんて名前でしょうかな。漬け、なんかもう美味しそうな名前にして。めっちゃ柔らけ。言い方じゃねえか。味噌マヨで漬け込んでいきたいと思います。まず鶏胸肉なんですけども、まあこれ別にまんま丸々漬け込んでもいいんだけど、俺個人的にはちゃんとなんか中まで全部染み込ませたいんで、まあ適度に切り込んであげる。あ、これそぎ切りだね。こうちゃんの得意な噂の俺の得意なね、最後なんかやばいずれるやつね。そう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 、マジこの場になったらもう取んなくていいんじゃねえかってレベルにちょっとずれてくんだけど、これ一回作ったんだけど美味しかったから、めちゃくちゃうまい。これ本当に動画にしようと思って、あの胸肉とは思えない感じになります。ジューシーで柔らかかったよね。よいしょ。これでもめっちゃ簡単だよ本当マジで。これ多分あのなんだっけ、お弁当とかにいいかもしれない。どれぐらい、俺これ入ってたらちょっとテンション上がるぐらい。ちょっとなんだ。お弁当ってさ、ほんと中見るの楽しみだよね。俺でも中見るの楽しみじゃなくて、いつもさ、お弁当作ってくれたらさ、朝ごはんが弁当の残りだったから中身は全部分かってた。ああ、なるほどね。はい、まあこんな感じで鶏胸肉をまず切っていきます。ではこちら漬け込む容器の中に入れたら、まず生姜、まあ、生姜も当たり前だよね。当たり前からですけどね。あとニンニク、生姜ニンニクはね、漬け込む系は結構使うよね本当に。でも本当に使う。でここにこれ麺分量ですね、いつもの、うん、味噌ちょっと近いな。味噌でさ、知ってる、みんな味噌って冷凍庫で保存するんだよ。はい、知ってます。塩分濃度高いから固まんないから、でなんか乾燥しないらしいよ。これちなみに何味噌ですか。これは今回仙台味噌だけど、正直にあの白味噌じゃなければ何味噌でもいい。なるほどね。でこれは大体大さじ5杯ぐらいでいいんだけど、まあ今回はあの普通のスプーン使ってるから大さじ感あんまりないんだけど、はい、大体ね、うん、まあ、これがでも味のベースになるもんね。そうそうそう、はい、これくらいかな。でそれと同量のマヨ、マヨちゃん、これはねあのダイエットしてても全然食べていいもんなんで。そう、あの糖質制限の人ね。でこのカロリー制限の人ダメか。そう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 。でマヨネーズはあの結構酸味が強いかなと思うかもしれないんですけど、最後あの焼くのでその時に結構あの酸味は一気に飛んじゃうんで安心して。出た、パンダ、パンダ。なんかあの僕がこれがないと寂しいなって言ったじゃん前、うん、コメントでもあった、わかりますってなんかこれがないんだけどなんか料理完成しねえんじゃねえか説だよ。わかるわ。パンダと最後今回塩はもう結構あのこの味噌でガッツリ振ってね、うん、胡椒だけ、黒胡椒。結構これ見づらいと思うけどね。これさ、うん、かっこいいよね。見る月のね。自分でやるの。はい。じゃあこいつを混ぜ合わせていきたいと思います。で今軽く揉み込んだんで俺気づいたんですよ。買ったんですよね。手袋、ビニール手袋。こいつでやるぞ。便利だね。これもずれてったけどな。これでも今思ったのがガリガリ言ってる、何下に胡椒が思ったのが、うん、あのこの容器ちょっとちっちゃいから混ぜ合わせづらいから、うん、最初まず大きいボウルとかで混ぜ合わせてからやってもいいかもしれない、うん、ちょっとここはやりづれ。でも洗い物がね、そうそう、減るからないからね。このまま漬け込めるからね、うん、タッパーに入れたまま楽ちん。はい、まあまあ結構いいんじゃない。やっぱ手でやると楽だわ。はい、あれいつも何やってたの。え、手を使いたくなかったから、うん、あでもこの前やったのは手でやったよ。ただニンニク入れると手が臭くなるじゃん。ああ、なるほどね。それが嫌ででもそれあれだって100均のやつで売ってるって。今度買いに行こう。何を。その匂いが消えるやつが、それもコメントで僕コメントでいただいてたんで今度買ってみようよ。マスターハンド終わりで、この状態でもう冷蔵庫で1日、まあ半日ぐらいでもいいんですけど漬け込んであげてください。だからあのお弁当とかに本当に入れるんだったら夜のうちに仕込んであげて次の日の朝焼くだけで大丈夫なんで、じゃあこの状態でちょっと寝かしておきたいと思います。ではこちら1日漬け込みました味噌マヨですね、入れていきたいと思います。そうか、
もう油引かなくていいのか。マヨネーズがつけて油になっちゃうかな。これあれだね、魚のなんだっけ、カス漬けだっけ、うん、みたいな感覚だよね、多分西京漬けとか。そうそう、だと思う。思ったより味濃くないもんね、うん、しっかり味はついてるけど熱でね、一気に酸味が飛ぶもんね、うん、奥まで味は染みてると思うね。これどこまでが一体なのかよくわかんない。いやもうこれは本当におすすめだと思う。美味しかった。多分ね、ちょっと焦げるぐらいでうまいと思う。うわーすごいいい匂いがする。もう本当に簡単だしね、ただ漬け込むだけだもんね。漬け込むだけ、全部ちょっと入れちゃうね。ほらほら、 OK。これをちょっとね、両面きっちり焼いていきたいと思います。で、やっぱちょっとこのマヨネーズぐらいがちょっと焦げるぐらいで絶対美味しいんで、ちょっと強めの中火ぐらいで焼いてあげてください、両面。はーい、じゃあ両面こんな感じでしっかり締めるかな。こんな感じで。いや、もうすごいいい匂いするよ、本当に。めっちゃいい匂いするよ。これは絶対うまい。焼き色はきちんとついちゃうんですけど、まあ一応ね、ちゃんと中まで火が通るようにだけ確認したら、もうこれで完成なので、ライブで実食していきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。はい、どうぞ。まあ、こちら、これね、やばい、本当に。ちょっとね、上に一味もかけました。こちゃん、めっちゃ一味かかってる。いただきます。はい、これはマジで子供絶対大好きだと思う。うわー、これご飯と食べて。食べたいね、うん、いただきます。もう食べてないんだけど、もう食べたことはあるから、これはマジで本当に本当におすすめ。全くも胸肉のパサパサ感がない。うわうまっ、プリップリで、本当ただ漬け込んだだけとは思えないぐらいめちゃくちゃ味染み込んでるし、うん、マジで美味しいです、これ。で、唐揚げみたいに、何？揚げたりとかしないから、そんなに汚れないですけど、唐揚げに次ぐ、本当にお弁当に入ってたら嬉しいおかずになるぐらい、で、安いじゃん、しかも、もも肉とは違って。これ、マジで美味しいです、本当に。もも肉食べてるみたいな感じです。うん、これはマジでうまい。これご飯でもちろんあるけど、うん、でもサンドイッチの中身の具としても美味しいと思う。全然美味しい。サラダチキンとかね、うん、もういろんなものに合います、これマジで。めっちゃうまい、これほんまに。うん、うわー、これうまいわ。うん、うまいね。やっぱ味噌が効いてるね。うん、やっぱそう、味噌が入ってるから、うん、塩足してないけど、うん、十分塩気気はあるから、うん、うまい。これ1個でご飯1膳食べれます、マジで。本当に冗談抜きでいけるよね。がっつり味はついてる。めちゃくちゃ美味しい。うん、あとマヨネーズの酸味も飛んでるしね。飛んでる、うん、めっちゃうまい。子供は大好きだと思う。本当に今こんなにご飯欲しいなと思ったことがないぐらい、焼肉の時ぐらい以来。まあね、本当に美味しい。まあこう食ってもかっこみたいなね。うん、うまい。これは本当にうまい。だからまあ鶏でやったけど、うん、これ別に豚ロースとか漬け込んでも美味しいと思うし、うんうんうん、まあ、牛でもいいと思うけど、牛はあんまりかな。うん、牛じゃないね、うん、でやっぱ淡白な肉の、うん、にこれがいいと思う。すごい味しっかりしてるから、本当にもも肉より胸肉の方がいいんじゃないかっていうぐらい、うん、すごくジューシーにできるから、これは世の主婦の方は絶対いいと思います。安いし簡単だし、本当、うん、コスパがいいと思う、これ。だから、うん、まあ胸がやっぱ安いからいいと思うんだけど、うん、ささみとかがもし余ったんだったらささみとかでもいいと思う、うん、ささみって結構思ってる高いからさ、うん、うん、糖質制限とかダイエット中の方はさ、うん、いいと思う。すんごいうまい、本当に。閉めちゃう？閉めようか。ちょっとこれだけ食べていい？最後。いいよ、食べていいよ。これマジで進む、本当に。うん、いやー、だから今見てくださってる方は本当にご飯を
ご飯と一緒に食べてください。めちゃくちゃ進みます。もうこれ1個の数で本当にいいぐらいちゃんとメインになる感じの味付けなんで、うん、こんな簡単にあのこんな美味しいのが作れるかって僕正直びっくりします。あの今までの料理の中でも結構上位だと思う。何よりめっちゃ簡単じゃん。めっちゃ簡単で、こんなに胸肉が美味しいで、僕胸肉どちらかとも苦手な方なんですよ。なのになんかもも肉食べてるかのようなあの美味しさだから、これは本当おすすめです。しっとり感がすごい。やばい。普通に焼いたりしたらこれもう出ちゃうから水分が、うん、これにした方が漬け込むからなんだろうね。なんだろうね、うん、本当におすすめです。ということで本日はですね、なんだっけ、鶏胸肉の味噌マヨ漬け、味噌マヨ漬けを作ってみたという動画でございました。すごく美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。